松田学です日本の取り巻くですね安全保障環境に関するニュースをいくつか北朝鮮のミサイルの話とかですねあるいはクアッドの話から台湾防衛の話とかですねあるいはですねアフガンの情勢とかですねあるいは経済安全保障の話このあたりをしてみたいと思います。まず 北朝鮮のミサイルですけれども、これはある専門家の分析なんですけれども、まず事実から言いますと、北朝鮮の国防科学院はですね、9月11日と12日に長距離巡航ミサイルの発射実験を行って成功したということなんですね。で、北朝鮮の報道によりますと、ミサイルは楕円及び8次型、数字の8次型の えー、飛行軌道に沿って7580秒飛行して約1500キロ飛行した、えーまあ、つまりは,です、ね、これは北朝鮮軍が定めた軌道を地形に沿って時速約750キロ、これはア音速といってです、ね、高速ですが音速には超えていない速度で約126分間、1500キロ飛行したということなんですね。 で北朝鮮はですね、この長距離巡航ミサイルの開発のためにですね、約2年間にわたって数十個のエンジン地上燃焼試験、数十回のですね、エンジン地上燃焼実験、飛行実験、操縦、誘導試験、えー、そして弾道,弾道威力試験ということに取り組んできたそうです。えー、ででこのミサイルの性能が問題でしてですね、どうも、 アメリカ、米軍のトマホークに類似しているということなんですね、えー。で、米国の技術が中国に盗まれて、さらに北に渡されたと見て良いだろうという専門家の分析があるんです。で、巡航ミサイルにはですね、この飛翔する経路ですね、飛んでいくこの経路の地形の標高データが必要ですね。で、この地形のデータとミサイルが感知するデータを比較して修正しながら飛翔していくと。で、北朝鮮はこの衛星を使って日本の地形データを入手することができません。 では、どこの国から衛星の地形を受け取るかというと、これ、中国ではないかとで、北朝鮮では各種ミサイルの飛翔誘導のために、中国の衛星を使用した誘導技術、そこから入手した地形データ、えー、そういうのが中国から供与されているんじゃないかという専門家の見方があるんですね。で、ミサイルは約1500キロの射程であれば、これ、北は北海道から南は沖縄、与那国島まで入ります。 えー、もし日本の大都市をめがけて、た例えば、えーあの、総理の官邸、首相官邸とか国会議事堂、議員会館、これを狙うとすると、発射後、まず日本,日本海を同じ速度で、高度で、同じ高度で飛翔して飛んでいってですねで、日本に到達するとですね、もう新潟の海岸とか関東の山地とか関東平野の地形に沿って、 で飛んでいくとそして、ミサイルに設定された目標を発見して突入するというふうになるわけですね。で、ここに小型化された核兵器を搭載できるかどうかは、現在のところ評価できないと、わからないということです。えー、で、まあ、通常の弾頭であってもですね、えー、この450キロの爆薬,が爆薬が搭載されると、その場合、首相官邸の地下っていうのは大丈夫なのかとはですね、議員会館は多分爆破されて破壊されるだろうと、まあ、私も議員会館に昔はおりましたけれどもですね、物騒な話ですね。 で今回の長距離巡航ミサイルは低高度から中高度の対応能力が必要なんですけれども、えー、航空と陸上自衛隊の防空システムで対応できるとしても十分ではないだろうというのが専門家の見方ですねで多数の対地,対空誘導弾地対空誘導弾が必要になるという分析がありますのでままずそれをご紹介しますでじゃあなんでこんな発射実験を今回9月に行ったのかと。 これについて、まあこのチャンネルでも何度か出ていただいている高円長先生がこんなことを記事を出しています。えー、北朝鮮の巡航ミサイル1500キロメートル射程発射の背景ですが。 9月9日の建国記念式典には新型ミサイルや核兵器の登場は全くなかったと。どうも労働党と軍部との権力争いが背景にあって、軍部が反発して、今回巡航ミサイル発射に踏み切ったと見られます。これは非常に物騒な話ですね。だからこの北朝鮮がガバナンスがこう核管、核管理のガバナンスができてるのかという問題が背景にあるとすると、まあ、アメリカのトマホークの技術と合わさって、これは相当日本にとって脅威的な事態になっていると思います。 そしてこの北朝鮮の発射報道を受けて、日本とアメリカと韓国は9月14日に北朝鮮を担当する高官たちによる協議を東京都内で開催しております。北朝鮮によるこの新型長距離巡航ミサイル発射報道を受けた対応について話し合う、話し合ったと。で、対話と制裁を通じて北朝鮮の非核化を目指す方針を再確認したと。 外務省のアジア大洋州局長は発射報道を念頭にです、ね、日米韓の協力は北朝鮮の核・ミサイル開発に対処する上で重要性を増していると強調したと。 いうことで,すね、でもこの韓国がです、ね、本当に頼りになるのかどうかという問題が、えー、あると思いますね、だからアメリカのキム北朝鮮担当特別代表はです、ね、前提条件なしの対話の呼びかけに北朝鮮が前向きに応じることを望んでいるというふうに述べています。今のちょっと北朝鮮の脅威ですが、次にちょっと中国の関係ですけれども、えー、サリバン、アメリカの大統領補佐官がです、ね、リトアニアのシモニテ首相と電話会談して、 ヨーロッパで初めて台湾を用いた代表書の設立をリトアニアは認めました。で、このことで中国の弾圧的な行為に直面しているのがリトアニアなんですね。で、このリトアニアに対してアメリカの強固な支援を表明したということですね。まあ、この台湾のことはこのヨーロッパにも飛び火しているわけですね。で、この台湾といえばですね、あの、先般の日米首脳会談で台湾海峡を盛り込まれましたし、G7 首脳会議でも盛り込めましたですね。 でこの台湾に関してこの、そういうことがあったんですが、この日米間で、今度は菅総理がですね、異例の時期に訪米をすることになりました。 えー、アメリカのホワイトハウス、サキ報道官はですね、9月13日にこんなことを言っています、日本とアメリカ、オーストラリアとインドの4カ国の協力がご,、まあ、ご案内のとおり、クワッドですね、このクワッドの首脳会議を、えー、9月24日にワシントンのホワイトハウスで開催すると発表しています、えーで、対面での会議、初めてなんですね、あのクワッドの首脳会議はですね。 で、日本から菅総理が出席するということで、この発表ではですね、何を話し合うかというと、まあ、新型コロナウイルス対策、気候変動、先端技術、サイバー分野での協力、そして自由で開かれたインド太平洋の推進と、21世紀の新たな課題への対応を含めて、インド太平洋を優先するというバイデン政権の姿勢を示すものだと。 えー、菅総理にとっては退任を間近に控えた異例の時期の訪米で、9月24日にはバイデン大統領との日米首脳会談にも臨むと、えー、それは結局次,期の次の政権の下でも日米同盟を引き続き強化する考え、まあ、この今、日米でやってることをです、ね、こちゃんと引き継いでくださいということですね、えー、ど,どなたが総理総裁になるにしてもですね。 え、で、あの、で、菅総理はバイデンのほさんのほかに、あの、オーストラリアのモリソン首相、インドのモディ首相との個別会談も調整しているということですね。え、で、クアッドは大変重要でですね、次期政権に継承していくと。これはもう加藤官房長官そのように記者会見で述べています。 でこれあの相当ですね我々もですねあの気を引き締めてこの北朝鮮や中国に対対するですね、えー、防衛ということを考えなきゃいけないわけですが一方でですね世界を揺るがしているアフガニスタンの問題でちょっといくつかあります。一つはですねちょうどあの同時多発テロ20年9月11日ですねでこの それがきっかけでこの20年間アフガニスタンアメリカがいろいろやろうとしたことが今回頓挫したということが明確になったわけですねアメリカが主導する世界秩序に対して脳が突きつけられはったのが21世紀の最初の年そしてこれが結論的にそれはうまくいかなかったというのが2021年8月15日のタリバンによるカブール制圧だったわけなんですがアフガン全土制圧だったわけなんですけれども えー、この9月11日に出た声明ではです、ね、これはあのアルカイダの指導者が声明を出しているんですで、ザワヒリ容疑者ですね、えー、この死亡説がたびたび取りざたされていたんですが、健在を示す狙いがあったということで、まあ、これもちょっと物騒な話ですね、声明ではイスラム教とユダヤ教、キリスト教が聖地としているエルサレムはユダヤ化しないといって、対イスラエル闘争を呼びかけているという声明が出ています。 そしてアフガニスタンですが、国連が9月13日に、このタリバンの暫定政権、このアフ,アフ,アフガニスタンに人道支援を拡充しようということで、閣僚,会閣僚級会合、国連が開いています、9月13日で。グテレス事務総長によると、各国がですね、アフガンや周辺国へ支援をすると、その総額は11億ドル、約1200億円を超えたと。 で、この中で日本は、ワシオ外務副大臣がオンラインで会合に参加していたわけですが、国際機関を通じた食料など、6500万ドル規模の支援、新規支援を含めて、年内に総額2億ドルの支援を行う、まあ、200数十億円ということですかね、えー、用意であることを説明したと、日本側からですね。で、どうも、あの、タリバンが実権を掌握した8月以前でも、アフガン国民の半分近くに相当する約1800万人が、 人道支援に依拠しているということで、で、この数週間で状況はさらに悪化しているということで、えー国、国連世界食糧計画 WFP によると、1400万人が飢餓の地危機に瀕していると。でアフガンが、まあ、タリバンなのかないうか、やっぱりここの,その民政がこういうふうに非常に不安定でありますと、これテロの温床にもますますなりかねないわけでして、まあ、ここを国際社会でどうしていくかっていうのは重要な問題でしょうね。 それからですね、まあちょっと以上、世界の情勢なんですが、この日本なんですけれども、えー、この経済安全保障に関わるニュースがちょっとあります。えー、この,あの新聞業界でですね、この密かに懸念されていた買収企業買収、 <laughs> 案件があってこれが表ざざになったと何かと言いますとこれ東証一部の東京機械製作所、ここの株が中国・香港系の投資会社アジアインベストメント・ファンドと親会社のアジア開発キャピタルに合わせて38.64%まで買い占められていると。 でこれ伏せられてきた,いたんですがこれ表沙汰になったんですねでこれ何が困るかというとこの東,東京機械製作所っていうのは新聞の臨転機のシェア4割を誇るメーカーでで新聞各社はですね、まあ、軽微な故障っていうのは自社で対応してるんですけども重度の故障や大規模な整備となりますと臨転機メーカーの協力は不可欠なんですねえー、それでこの臨転機の開発製造体制が文字変えられてしまうと いうことになりますと新聞各社の印刷生産体制は致命的な打撃を受けることになりかねないというふうに新聞社は言ってますでこの新聞社の経営にこう大きく関わる事案であることもあったのでしょうかあの新聞やテレビで大きく取り上げられることはなかったんですがまあ知る人ぞ知る話だったんですが新聞各社がいよいよ公然と懸念を表明したということなんですね えー、そして政府の動きというのも報じられてまして、まあ、政府が状況把握に向けて情報収集を始めたということで、えー、経営権を取得した場合の報道への影響なんかを含めて経済安全保障の観点からもこの株の取得状況を注視しているという情報も流れているようです。えー、で今回の買収の真意が何なんだかよくわからないみたいですが、まあ、新聞業界だけでなくて まあ政府も懸念するように新聞発行インフラへの影響力を増すことによるものなのかと。ええー、まあ、まだ真相が明らかになっていないということですね。えー、ただまあ新聞業界にとって辛いのはこの問題が報じられるとネット世論から冷や,やかに見られていると。まあどうせ衰退する新聞業界だから。 というふうに見られているようで、また最近このコロナということもあって、新聞業界は非常に収益状況が悪いので、これに対してホワイトナイトを立ててですね、この対抗措置を講ずると、こういう買収に対して、そういう力もないみたいですですね。まあこの辺も経済安全保障、我が国の世論形成に大きな影響を与えかねないということだと思います。 そしてもう一つ、偽物半導体の事件があるんですね、事件といいますか、最近、半導体不足というのが言われてますけれども、正規ルートで買えない、そういう電子機器メーカーがですね非正規ルートで半導体を買って、その結果、不正品をつかませる被害が相次いでいるということなんですね。で、シンガー判定を手掛ける企業に持ち込まれた半導体のうち、約3割が不正品だったと。 それでも背に腹は変えられないとい,う危険をだということで危険を犯すほど今の半導体不足が深刻だとということですね、まあ、あのどうも半導体不足はです、ね、これいつまでもかなり続くようですね TSMC の見方では半導体不足の解消は20あ2023年頃になるという、まあ、2年もこんなことが続くのかという感じなんですがでこの中で半導体の流通在庫品の引き合いが増えているんですね。 で、半導体メーカーとか正規代理店以外から調達すると。で、メーカー保証のない商品だと。で、いつからどこでどのように保管されていたのか定かでないのが流通在庫品なんですね。で、そこに偽物半導体が紛れ込むケースが増えているということです。で、でじゃあどこからこういうのが出てくるかというと、廃棄した機器から取り出した半導体を新品として売り出したりとかですね。で本来なら廃棄すべき規格外の不良品を販売したりとかですね。 半導体のパッケージに刻まれたメーカー名や型番を書き換えて販売するといった悪質な例もあるということなんですね。もともとこういうふうな事態になった根本はファーウェイに対する半導体規制アメリカのです、ね、これアメリカの技術を使う半導体を中国のファーウェイに輸出することをアメリカは全面的に禁じる規制をです、ね、商務省が発行,あの発行させたのが昨年の9月だったわけですが。 そこでファーウェイが世界中から半導体をかけ集めて、その結果、正規ルートの供給がしぼんでしまって、不正品が横行する温床になった可能性があるという指摘があります。えー、このパソコン、えー、あるいはあの自動車の電動化、あるいは高速通信機規格、5G といった半導体需要の拡大に供給が追いついていないと、えー。パソコンも今すごい人気が高まってますね。特にコロナ禍でですね。そこで偽物半導体の流通に拍車がかかってるんじゃないかと。 これはあの経済安全保障にとって重大な問題で半導体というものは産業の米とも言われているわけですね。 でこれをです、ね、日本はあの、えー、国産というのができていないわけで、えーまあ、TSMC を呼び込んで半導体のクラスターを作ろうなんてことを言ってるんですけれどもです、ねえー、やはりあの私が何度も言っているように、えー、半導体の中でも一番重要なのはです、ね、このバックドアをつけられちゃいますから半導体というのはす、ね、やはり自,分自国でこの、えー、中央演算処理装置 CPU の設計ができるようになると。 そのためにはものすごい息の長い巨額の投資が必要だという指摘が専門家からあるんですが、そういうことがなかなかできないでいるというところをどうするか、えー、もう国産化すべきものはきちんと国産化していく必要があるということなんですね。で、特にこういった経済安全保障に関わる重要物資について、えー、そういった点で政策を注力しなければいけない。まあ、いまあ、以上言った、あの、日本の安全保障を取り巻く問題を、 考えてみますと、この問題に対して最も鮮明な具体策を持っている方が総理総裁になっていただかないといけない。そういう、えー、今状況にあると思います。おのずとその適任、最適任者は誰かというのは明らかだと思いますけれども、その高市さんはですね、この経済安全保障と経済成長戦略を結びつけて、日本を次の局面を持っていくとまで言っておられるだけではなくて、具体的な技術、技術についても相当な知識を持ちですよね。 えー、ということで,です、ねあの、日本は安全保障で今、重大な局面に立たされている、えー、そういう観点からです、ね、次のリーダーが選ばれることを期待するものです。どううもありがとうございました